どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。続き行きましょう。9月7日午前10時、地方裁判所第一法廷。おー、戻ってきました。これより綾瀬と迷いの法廷を開始します。検察側は準備完了しております。彼が三剣が、弁護士側は準備完了しております。もっとこういかつい人かと思ってた。今日はどんな小さなスキンを見せられないな。三塁検事、冒頭弁論をお願いします。被告人、綾里迷いは、事件当時、殺人現場にいた。検察側は彼女が犯行を行ったと示す証拠と、犯行を目撃したという証人を用意している。被告人の有罪は一点の疑い余地もないだろう。なるほど。では早速始めてもらいましょう。最初の証人を入店させていただこう。捜査の指揮を取った糸の小入り刑事。ほう。証人、名前と職業は？は、自分の名前は糸の小切圭介っす。所轄署の殺人事件捜査担当の刑事っす。糸の小切刑事、まず事件の説明をお願いする。は、では、上面図で説明するっす。ほう、死体は、窓際のこの位置に倒れていたっす。被害者の死因は、鈍器で殴られた際の失血っす。凶器は考える人の置物で死体のそばに転がっていたっす。女の子でも十分犯行が可能な重さっす。ではその凶器の置物を受理しましょう。相変わらず置物扱いか。なるほど。さて、刑事。は、はいっす。君は現場にいた綾里と迷いをすぐ逮捕した。それはなぜか。は、動かぬ証拠があったからっす。ダイイングメッセージのことかな、きっと。その動かぬ証拠手荒を証言してください。証言開始。自分は電話の通報で事件を知り現場へ駆けつけたっす。現場には二人の人物がいたっす。被告人の綾里迷いと弁護士、なるほど、隆一。自分は迷わず綾里迷い逮捕したっす。その理由は通報者の目撃証言があったからっす。その通報者は綾里迷いの犯行の瞬間を見ていたっす。マジで？ふむ、犯行の瞬間を見ていた。なるほど。ではなるほど君、尋問してもらいましょう。そんなこと言われても、今の証言に矛盾するような文なんてあったか？ひゅ、コツン。被告人のまゆちゃんが何か投げてきたぞ。なになに？お姉ちゃんは証言に矛盾が見つからないとき、とりあえずハッタリをかけて証人を揺さぶっていました。揺さぶられた証人は、動揺して口を滑らせることが。ははあ、さすが鬼弁護士の妹だな。揺さぶるわけか。なるほどね。いいえ、では尋問させてもらいます。逮捕した理由。自分は電話の通報で事件を知り、で現場に駆けつけたっす。それは誰かの通報だったんですか？またまた知ってるくせに白々しっす。現場の向かい側にあるバンドホテルの客っす。ここを揺さぶっても意味ないみたいだな。意味ありそうな、だが重要な部分だね。はい、自分は迷わず、その理由はこれか。待った！ちょっと待ってください。なんす？さっきあなたは確かこう言った。動かぬ証拠があったから、被告人を逮捕したと。そんなこと言ったっすか？自分が。言いましたよ。言いましたね。言った。怪しげなピンクの女性の証言の、どこが動かぬ証拠なんですか？なんすと？梅尾さんは怪しげでもピンクでもないっす。ピンクはピンクっすけど。もう結構です。糸の小切刑事。もっとはっきりした証拠はなかったんですか？なるほど。揺さぶるってこういうことか。あったっす。そうっす。証言の順番を間違えたっす。こっちを先に言えばよかったっす。では、刑事。もう一度証言をしてもらいましょう。新しい証言。動かぬ証拠。容疑者を確保した自分は次にこの目で無事現場を目撃したっす。そして死体のそばでメモを見つけたっす。明らかに血で迷いと書いてあったっす。科学分析の結果、この血は被害者のものに間違いないっす。そして被害者の指には血がついていたっす。被害者は死ぬ前に犯人の名前を書き残したっす。はぁ、あ。どうす？これが動かぬ証拠っす。これ矛盾してんだよな、これがもうすでに。ふむ。尋問に入る前に刑事に一言言っておきます。は？なんで先にこれを証言しなかったんですか？いや、お恥ずかしっす。気をつけなさい。では弁護人、尋問を。尋問開始、動かぬ証拠。
もうだってね、これもうあの分かる人は分かると思いますけど、これ即死だったわけでしょ。殴られた瞬間亡くなったのになんでダイイングメッセージが書けるのかっていう話だ。うい、これはもう誰だって分かるね。誰だって分かるだから即分かった。被害者の血についていた死ぬ前、これ、おい、じゃあ突きつきましょうか。意義あり。糸のこぎり刑事、一つ確かめておきたいことがあります。あなたは被害者の千尋さんがこの文字を書いて被告人あやさと迷いを告発したと、本気でそう主張するつもりですか。なんすかそのいかがわしい言い方は。当たり前っす、他にかけた人間はいないっす。逆ですよ刑事。逆っすと。このメモ、被害者にだけは絶対にかけたはずがない。これはあなた方警察の資料だ。鈍器による一撃で即死。死んでるじゃないですか。あれ？あれじゃないでしょ。そうなんです。即死の人間がね、ダイイングメッセージかけるわけがないんですよ。確かに弁護人の言う通りです。即した人間にメッセージを残すことなど。おお、返してきた。弁護人、失礼だが、その解剖記録はいつ手に入れたものかな？いつって、事件の翌日。あれは事件のあった翌、次の日のことでしたけど。それがどうかしましたか？その資料は古いよ、弁護人。マジか？なんですって？昨日、私の命令で再調査があった。被害者は鈍器で一回殴られて、ほぼ即死の状態だった。ただし、殴られてから数分間、生きていた可能性を認める。こういう結果が、今朝、私のところに届いてるんだよ。そんなつまり、被害者は迷いと書くだけの時間があったわけだ。以上だ。なるほど。三つ剣。かっこいいことしやがって。なんだ弁護人、その目は。何か言いたいことでも？三つ剣はインチキだ。刑事はインチキだ。自分はインチキだ。刑事はインチキだ。糸のこぎり刑事、あなたはインチキだ。僕にこんな嘘の記録を渡して。いや、自分は、その、糸のこぎり刑事。ダメじゃないか、間違った記録を渡すなんて。すまねえ。ああ、かわいそうに。君のミスだ、刑事。来月の給与査定、楽しみにしておいてくれたまえ。またすか、とほほ。またってことは、お前過去にもやってんな。まあ、なんか、どこは抜けてる刑事だもんな、見た感じ。おい。受理します。数夫が生きていた可能性がある。裁判長、いかがだろうか。被害者が犯人を告発したという可能性は極めて高い。そう考えるのが自然でしょうな。くそ、まずいな。では次の証言に証人に入廷していただこう。まさに殺人の瞬間を目撃した悲劇の少女をここへ。はぁ。では、松竹梅雄さんを入廷させてください。あの女、どこが悲劇の少女だよ。全然悲劇っぽくなかったけどね、雰囲気。うん。証人の名前を。松竹梅雄です。よろしくお願いします。余裕じゃねえか。いやー、俺ちょっと受け付けねえな、これはさすがに。証人が出ただけでそんなに盛り上がらない。証人をむやみにウインクしないように。はーい。厄介だな。今ので法廷中の男のハートがっちりわしづかみだぞ。事件のあった9月5日の夜、あなたはどこにいたか。梅尾は出張先のビジネスホテルにいました。ホテルにはその日の午後にチェックインしました。事件があった綾里と法律事務所のすぐ向かい側にあるホテルか。そうです。そこであなたが見たことを証言してください。証言開始、事件の当夜、目撃したこと。あれは夜の9時頃でした。梅尾は窓を見たんです。そしたら長い髪の女の人が襲われてるじゃないですか。襲ってるのはもちろん被告人のちっちゃい子よ。女の人は攻撃をかわして逃げちゃったんです。あの子はそれを追いかけてとどめよ。マジかよ。女の人はそれでぐったりとなっちゃって。以上、梅尾が見たのはそれだけ。ほー、なるほど。一回避けたと。いかがかな裁判長。なるほど、疑問の余地はありませんな。これ以上時間をかけることもありますまい。ちょっと待ってください。何ですか弁護人。僕の尋問がまだです。しかし今の証言はほぼ完璧だったと思いますが。確か君は綾里千尋の弟子だったっけな。彼女のやり方よく知ってるよ。人の証言を
証言の荒を探す卑怯なやり方。なんだと？どうしますか弁護人、尋問しますか？もちろんする。もちろんさせてもらいますよ。三剣は梅代に尋問されるのを恐れている。あの証人、どっかに弱点があるはずだ。おい、証人尋問開始。9時頃でした。そこに関しては特に矛盾はないのか？時間に関しては特に書いてないかな。とりあえずちょっとこれ見てみよう。はあ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 、これが上面図か。なるほど。そうしたら長い髪の女の人が襲われてるじゃないですか。襲っていたらもちろん被告人のちっちゃい子よ、揺さぶる。どうせそれが被告人だと分かったんですか？え？それは、体型が女の子だったし、それにちっちゃかったんだもん。現場には少女の体型をして身長の低い人物は一人だった。疑問の余地はない。そうだな。まあ、今の証言はおかしい。ちょっと待ってください。今の証言はおかしい。何がよ。梅代さん、あなたは、目撃などしていない。そもそも本当に被告人を目撃したんですか？どうした？おい。弁護人、どういうことですか？そうよ、どういうことよ。梅を信じらんない。いいですか？もし本当に綾瀬と舞を目撃したのなら、体型よりも先に服装が見つくはずなのです。なるほど。装束、確かに。彼女は見ての通り、妙な和服を着ている。ついでに頭の上をこれまた妙な形に言っている。しかし、証人の証言では、そのことは完全に無視されている。そんなことありえないのです。それは、しかし、事件当夜もその格好をしていたかどうか。その格好だったのです。僕は見ました。そして、先ほどの糸の小栗刑事を見ているはずです。どうですか、梅尾さん。なにそれ。梅尾ちゃんと見てたわよ。ただ、細かいことは話しても仕方ないかなって。証人、見たことはちゃんと全部話すようにしてください。すいません、梅尾反省。では、もう一度証言を。くそ、そう簡単には参らないか。で、こうやって証言の信憑性を、なんだろう、下げていくっての大事だよね。梅尾ちゃんと細かいとこ見てたんだから、被害者の女の人、最初の攻撃をかわして右へ向かって逃げたの。そしたら枠の女の子が追いかけていって、持っていた凶器で殴りつけたの。凶器だってちゃんと見たわよ。時計よ時計、置き時計ってやつ？考える人の形をしてたわ。どう？こんなにはっきり見てたんだから。残念。置物なんだ、これは、見た感じ。すぐ これはね、時計とは見えないんだよ。はい、突きつけちゃいましょう。ということで、次回いきます。お楽しみに。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。気に入っていただければ、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いいたします。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。